ともに天皇杯3回戦は勝利したものの、リーグ戦は2連敗中と結果が欲しい両チーム。17位大宮アルディージャ対3位サガン鳥栖の一戦。再開後リーグ戦でまだ勝利のない大宮は前節から4人スタメンを入れ替え、左サイドハーフの泉沢と右サイドバックのチョウ・ウォニが初スタメン。一方監督交代後リーグ戦初勝利を目指す鳥栖は1人スタメンを変更し、センターバックに酒井達也が起用されました。まずはホームでの鳥栖戦、14試合でわずか1敗と得意にしている大宮。8分金沢がシュート。両チームを通じてファーストシュートを放つと、対する鳥栖は藤田のスルーパスから決定機、抜け出したのはキム・ミヌ。豪快に決めて1対0。キム・ミヌの今シーズン6ゴール目で14分、アウェーの鳥栖がリードします。これで再開後7試合連続で先制された大宮ですが、15分、ボックス内でムルジャが酒井に倒されたとして PK を獲得。しかしズラタンの PK は林明宏がストップ。守護神のファインセーブに応えたい鳥栖攻撃陣。24分には水沼孝太が狙いますが、こちらは北野がビッグセーブ。試合が激しくなる中、大宮にアクシデント。高橋翔平が怪我で交代を余儀なくされ、37分リーグ戦デビューとなるルーキーの高瀬がピッチへ。予期せぬカードを切ることになった大宮ですが、前半終了間際ムルジャのパスに家永の5試合ぶりとなる今シーズン5ゴール目で大宮が追いつきます。迎えた後半、逆転を狙う大宮は59分ズラタンの左足、しかしこれが林のファインセーブに合うと、なかなかシュート数の増えない鳥栖は69分豊田が仕掛けて決定機を作ります。体ごと押し込んだ水沼の11試合ぶりとなる今シーズン2ゴール目で鳥栖が再びリードします。少ないチャンスをものにした鳥栖はさらに77分水沼のキープからラストパスを池田は今シーズン5ゴール目、鳥栖がリードを2点に広げます。突き放された大宮は78分クロスにズラタンが合わせますが、惜しくもポストを叩きゴールならず。試合はそのまま3対1で鳥栖が勝利。アウェーでの大宮戦2勝目を挙げるとともに、吉田大成でのリーグ戦初勝利を飾りました。